長番病院の職員の皆さん、サーフィン部今日も活動しております。今は時間が8時40分、ちょっと遅くなりましたね、はい、どうするでしょうか。青木くんが手病でうんこしてました。一言お願いします。委員長すいませんでした。今日は日曜日なので大変混み合っております。その中で新人サーファーご挨拶お願いします。どうぞ。初めてなので頑張ります。よろしくお願いします。ちょっと頑張る。リハビリテーション科の本田優馬です。よろしくお願いします。1年目の方のリハビリの優馬です。2年目の投石の優馬がいます。今日は新しいジャケットを買ってきて、ました本気で前回はどうだったんでしょう。2年目の投石の優馬です。前回は上羅でやったんですけど、もう乳首痛くてさすがに上は買いました。お願いします。頑張ります。頑張ります。ようやき藤木、鈴木です。鈴木くん、藤木はあの後で画面入ると思います。藤木くんが唇の色になったので、前回は低体温症で死にかけました。死にかけました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。それでは、若いやつらにお手本見せるそうです。緑を入る赤い水星車になります。レスキュー隊のようなサーフボードに乗って、いや重いよ、いけ重いね青木くんの体重にはちょっと浮力が足りないかもしれないですね。これは今日初日のユーマがやります。リハビリユーマ来ました。ビッグウェーブ、いけ、立った、素晴らしい。もう青木超え、もうすでに青木超え。どうですかサーフィン。波乗り楽しいですよね。イエイ、さあ青木ウェーブ。
く楽しかったです。これ壊れたよ。もうすでに耐えが耐えきれなかった。楽しかったですか。ちゃんとお前ウェア買ってね、はい、ボードも買いますか。じゃあ頑張りましょう。エーナス、はい、エーナス、エーナス忘れてください。忘れてください。忘れてください。どうでした今日は。楽しかったですね。今日は寒くなかった。寒くなかった。使ったんで。雨が降ってきましたけれどもね。青木君どうでしたか。楽しかったです。今日も。今日はあの先輩のいいとこ見せれましたか。まあ見せつけられたと思います。てなわけでサーフィン部頑張って活動してますので皆さん一緒に参加してね。ありがとうございます。本当に壊れちゃったこれ。元からなんだ。